帝京八王子中学校、高等学校は、東京都八王子市上川町にある私立中学校、高等学校。力むれば、必ず達する営業。努力、誠実中等部では3年時に、英国にある帝京ンドン学園を拠点にして2週間ほど、ホームステイをしたり、英国各地をめぐり、英語の訓練ができる。高等部分離コースでは2年時に1週間ほど、 オーストラリアに行き有名な観光名所を巡ることができる上、希望者はシュノーケリングを体験できる。2010年度より行き先がハワイから変更された。特進医療系 M コースでは1年次3月に1週間ほどボストン修学旅行を実施。文化祭はツタ公祭と称し、毎年10月に行われる。次の駅より専用スクールバスを運行本校が属す学校法人。 大きい久志学園の平成29年度の総資産額は369億321万5448円。着目すべきは、その中で基本財産に含まれない運用財産が164億8910万5468円。基本財産の中でも土地や校舎などの不動産的な財産ではない。 第2号基本金引き当て特定資産が103億1330万円という巨額に上っている点である。これは総資産額のうち両方の合計に当たる実に268億240万5468円に上る巨額な金銭が株式などの金融商品の購入によって運用され、売ることを意味している。その利回りを2.5%とすれば、 毎年約6億7000万円もの額が学納金や経常費補助金以外に純粋な利益として積み立てられていく計算になる。これは年収600万円の教職員の賃金を学納金収入がなくても100人分以上支払い続けることのできる額に相当する。なお、本校が属して京大学グループの母体である。 学校法人提供大学の財務状況については、その公式の事業報告書によると、総資産に対する資産運用のための金融商品の割合、そしてその金額自体も巨大である点が、学校法人を経営学園に類似していることが明らかになっている。この学校法人などによる莫大な金融商品の保有は、提供大学グループの法人全体に共通する特徴といえる。 ありがとうございます。